県議会では、昨日浜松市の沿岸部に建設予定の野球場をめぐる集中審議が開かれ、質問が相次ぎました。県が浜松市の延州なだ海浜公園に建設予定の野球場をめぐっては、球場の照明が絶滅危惧種の赤ウミガメに影響を与えることがわかり、ドーム型か照明のない野外球場のフタ案に事実上絞られています。 昨日の県議会建設委員会では野球場に関する県の来年度予算について議論されました天候に左右されないドーム型の建設事業費は収容人数が2万2000人の場合370億円と見込まれていて県は財政負担を軽減するため民間資金を活用することを前提とし調査費用として3000万円を計上しています。議員からは、 照明や空調にかかる費用は調査しているのか、国からの補助金は出るのかなど質問が相次ぎました。建設委員会では、今日、予算の採決が行われます。